日々思うことを語る今日の一言今日は10月今月の最初の稽古日でしたやはり稽古をするというのは自分のためにも大事なんだなというのは今日はとても思いましたやはりお弟子さんというのはお書さん、えー、つまり先生を写す鏡なんですね 先生のいいところも悪いところも全て真似をしてくれる、えー、お弟子さんの踊りを見てるといや私はこんなことをやっていていけなかったなっていう反省もありながらいやいやここはもっとこうした方がいいぞっていうことも見えてくるいや本当に稽古というのは大事だなというのを今日もつくづくと思っていましたではまた